ラデクスティパネクはチェコカルビナー出身の男子プロテニス選手。2012年全豪オープン男子ダブルスと2013年全米オープン男子ダブルスでインドのリー・インダー・パエストペアを組んで優勝した選手である。ATP ツアーでシングルス5勝、ダブルス18勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス8位、ダブルス4位。チェコの同僚選手たちからは ステップスという愛称で呼ばれている。父親の手ほどきで3歳からテニスを始め、1996年にプロ入り。1999年4月、地元プラハオープンで同国のマルティンダムとペアを組んで、ダブルス初優勝。ステパネクの4大大,大会挑戦は、2002年ウィンブルドン選手権から始まる。初めてのウィンブルドンでは3回戦まで進出したが、 それ以来なかなか成績が伸びなかった。同年の2002年全米オープン男子ダブルスで、ステパネクはイジー・ノバクトペアを組んで決勝に進出したが、マヘシュブパシ、マックス・ミルヌイ組に3の6、6から3、4から6で敗れて、準優勝になっている。ダブルスではコンスタントに、好成績を出していたステパネクだが、シングルス決勝の初進出はようやく2004年11月の、 パリーマスターズになってからである。この大会は ATP マスターズシリーズの一つに指定されている大規模なトーナメントだが、ステパネクはこの大舞台の決勝でマラトサフィンに3から6、6から7、3から6で敗れ準優勝。2005年は2大会でシングルス準優勝がある。2006年2月26日、ラデックス・ステパネクは ABN アムロ世界。 テニストーナメント決勝で、クリストフロックスを6から0、6から3で破り、プロ入り10年目にして、ATP ツアー大会のシングルス初優勝を果たした。3ヶ月後、ハンブルクマスターズ決勝では、トミーロブレドに敗れ準優勝。4大大会でも、2006年ウィンブルドンで、自己最高のベスト8に入った。準々決勝では、ヨナス・ビオルクマンと長い熱戦を繰り広げたが、 6から7、6から4、7から6、6から7、4から6で赤敗した。2007年7月第3週のファーマーズクラシックで男子ツアーのシングルス2勝目を達成。9月21日から23日、ステパネクは3年ぶりにデビスカップチェコ代表選手に起用され、ワールドグループ、プレーオフの対スイス戦で3試合に出場した。第一試合でステパネクは、 ロジャー・フェデラーに敗れたが、第3試合のダブルス戦と最終第5試合に勝ち、チェコ代表はワールドグループ残留を決めた。2008年の主な成績は、全仏オープンで初めての4回戦進出があった。デビスカップでも、チェコ代表はワールドグループ準々決勝まで勝ち進み、ステパネクもワールドグループ1回戦、準々決勝の両方に起用された。 11月に行われた男子ツアー年間最終戦のテニスマスターズカップでは故障で途中棄権をしたアンディロディックの代役として急遽出場している。2009年度はツアーでシングルス2勝、ダブルス1勝を獲得し全米オープンで初の4回戦に進出した。2011年8月のシティオープンでは決勝でガエルモンフィスを64。 6-4で破り2年半ぶりのツアー5勝目を挙げた。2012年全豪オープン男子ダブルスでリーンダー、パエスト組決勝に進出。決勝では4連覇を狙ったブライアン兄弟を7-6、6-2で破り初の4大,大大会優勝を果たした。全米オープンではブライアン兄弟に破れ準優勝している。スペインとのデビスカップ2012決勝では、 1> 第1試合で、ダビド・フェレールに3から6、4から6、4から6で敗れたが、トマーシュ・ベルディ派と組んだ、第3試合のダブルスを制止通算2勝2敗で、迎えた最終試合で、ステパネクは、ニコラス・アルマグロを6から4、7から6、3から6、6から3で破り、チェコは1980年以来32年ぶりの優勝を果たした。年全米オープン男子ダブルスでは、 リーンダー、パエスと組んで決勝に進出した。アレクサンダーペア、ブルーノ・ソアレス組を6-1、6-3で破り4大大,大会2勝目を挙げた。ステパネクは、オリンピックチェコ代表として、2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪、2016年リオ五輪の3大会に出場している。リオ五輪の混合ダブルスで、ルーシー・ハラデツカと組3位決定戦で、 インドのサニア・ミルザーロハン・ボバン・ナグミを6から1、7から5で破り銅メダルを獲得した。ステパネクは2017年全豪オープンを最後に試合出場がなく11月に現役引退を表明した。2018年はノバク・ジョコビッチのコーチを務める。元、サッカーチェコ代表 GK のヤロミール・ブラジェク・ワイトコである。2006年11月、 スティパネクはマルチナ・ヒンギスと婚約したが、2007年8月に婚約解消を発表した。2010年3月にイコル・バイリソバとの結婚を発表。2010年7月に挙式した。しかし2013年に離婚することを公表した。その後、2018年にバイリソバと再婚し、6月に第一子女児が誕生した。W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。